皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。暑いですね。山口です。今日もね、糖尿病の、検査に病院に行ってきまして。なに急に。ちょっとね、今、妻がお出かけしてて、で、娘と二人なんですよ。でね、スイッチで YouTube 見てもらってるんですけど、ちょっかいかけたい年頃なんですよね。糖尿病の検査に行ってきまして、で、まあ、順調に回復しております。まあ、今日はもう、回復してきてて、なんて言うんでしょうね、糖尿病の表を見せても、そんなに変わり映えがないので、まあ、今日はちょっといいかなと。で、もう本当に今の今、検査に行って帰ってきたので、で、またここにね、注射の血液検査した跡が残ってるんですけど、結果から言うと、ヘモグロビン A1C が 6.9 まで下がってました。標準というか、まあ、だいたい 4. 何倍やったかな ?4.2 から 6.2 ぐらいの間が、まあ、理想的な数値なんですけど、まあ、6.9 まで下がったということで、引き続きね、前回先生に言っていただいた通り、今持ってるグラルギンがなくなったらもうそれで終了ということで、今のところ、はい、進んでいってます。で、血糖値の、計測も今1日朝晩2回やってるんですけど、とりあえず1日1回に減らしましょうかと。はい、まあ、減らしてもいいですよ、みたいな感じやって、で、血糖値測るときに、こう、針を刺してね、血を出して、で、センサーで読み取って血糖値を測るんですけど、その時に使うアルコールの面と、針と、で、センサーもなくなり次第、もう終了でいいですということで、まあ、なくなるまで使い切ったらもうおしまいにしましょうかっていう風に言っていただきました。なんで多分、血糖値を計測する機械の、まあなんて言うんでしょう、針とかが先になくなると思うんで、そっちが先かな。まずその血糖値を測るのが終わって、で、その後グラルギンがなくなってっていう感じかな。グラルギンはね、1本半ぐらいあるんですよ。丸々1本冷蔵庫に入ってて、で、今使ってるやつが半分ぐらいしか減ってないくて、注入する単位を減らしたんで、かなりね、多分、なくならないんですよね。多分、なくなったら終わりにしましょうかって言われたけど、多分、3、4ヶ月ぐらいなくならないんじゃないかなとは思います。で、病院に行く頻度も今まで毎月1ヶ月に1回行ってたのを、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいに落としましょうか、みたいな感じで、もうね、かなり回復してるみたいなので、回復してるみたいというか、まあ、数字上ね、回復してるように見えるし、で、まあ、食事療法と運動療法と両方頑張ってるから、まあ、このままいけば、全然、注射もやめれて、で、お薬ももしかしたら飲まなくていいかもしれないですね、ということでした。まあ、注射やめてみて、で、その後と、血糖値がどう変化するのかがまだちょっとわからないんで、その様子を見て、また上がるようであれば、もしかしたら注射を、復活させることもあるかもしれないし、飲み薬で抑えることができれば飲み薬で済ますかもしれないしっていう、まあその時その時でね、ちょっとわかんないですけど、とりあえず一旦終了ということになりそうです。で、体調変わったことありますかって言われて、僕実はヘルペスがね、太ももにできまして、足の太ももの裏にできて、で、皮膚科行ってきたんですけど、見たことないブツブツやったんで、皮膚科行ったらヘルペスやって言われて、で、それも一応お伝えしたけど、まあ、糖尿病とヘルペスは直接関係ないから、まあ、皮膚科に行っているんであれば大丈夫ですっていうことで、まあ、勝手に治っていくでしょうということで、はい、皮膚科の先生も勝手に治っていくって言ってましたし、実際勝手に治ってきてますっていうことで、まあ一応飲み薬と塗り薬は使ってはいるけど、まあ良くなってきてるって感じですね。まあそんなところかなぁ。なにまあ特に。今、動画撮ってるから。なんでパパの病気の話してんの？なんでって何？パパの病気の話を、パパの病気の話を YouTube に動画をアップしてるから。なんなん嫌やって。一安心って感じですね。だいぶ良くなってきて。まあまた何かあれば、動画にして皆さんにね、ご報告できればと思いますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。皆さんのね、高評価とかが、励みになりますんで、はい。何照れてんの？はい、そんな感じです。さよなら。さよなら。